関ヶ原の戦いの後、孫昌公は孫策と和解、共にオロチと戦っていた。一方孫権は孫策の勝手な行動で孫吾が窮地に立たされていることに苛立ちを抑えきれずにいた。そんな孫権につけ込み、オロチは再度孫権に孫策討伐を命じる。孫権は前田慶次、宗尽ら歴戦の優勝たちを従えて出陣。両者は合肥にて対峙した。孫策様と長い間共に戦ってきましたが、あの方のことがさっぱりわからない。あの方はまるで孫権殿との戦を楽しんでいるかのように見えます。弟君の成長を肌で感じられることが孫策にとってはたまらなく嬉しいのだ。弟君の成長とともにまた孫策も大きくなる。オロチを倒した後、孫吾はより強大になろう。あ、そういうものなのですか。休むまでかかってこいや。元よりそのつもり。援軍。じゃあこっちも行くぜ。よも準備はいいか。いいですね。手に手を打ってあります。はい、任せろ。私には入れない。よし。作戦通り。敵を城内に誘い込むんだ。嬉しいね。三人のうちが騒ぐってもんだ。お前の相手はこの俺だ。わがぶ最後受けてもらえてみよう。どうじゃ。できねえぜ。やるぞ。手足の速い御仁だ。敵も去るもの、本気でかからねばんな。我らは中央の敵を撃破し敵城を攻めるぞ。またいらした。からかってらっしゃるのかしら。いいじゃん。逃げはなしにしようぜ。マイドの進軍を取れれば本陣は危うい。中古神王子の進軍を阻め。まく城に誘い込む。
関ヶ原の戦い。孫作。休むまでかかってこいよ。元よりそのつもり。天君、じゃあこっちも行くぜ。よも、いいか。すでに手は打ってあります。任せろ。マイマスカラムカボコよ。作戦通り。敵を城内に誘い込むんだ。お出迎えとは嬉しいね。戦人の血が騒ぐってもんだ。お前の相手はこの俺だ。アガブ、私に任せて。やっやっあら、イナの前処理。やっあら、やっやっ敵もさらに本気でかからねばならん。我らは中央の敵を撃破して敵城を攻めるぞ。関ヶ原の戦いのは孫作。へえ、休むまでかかってこいよ。元よりそのつもり。天君、つもりつれ。よも、準備はいいか。すでに手は打ってあります。お任せろ。よし、作戦通り敵を城内に誘い込むんだ。お前の相手はこの俺だ。そう、全力で来ればいい。敵を去る。我らは中央の敵を撃破して敵城を攻めるぞ。この進軍を止めれば敵陣が危うい。橋を壊し敵の進軍を阻め。お出迎えとは嬉しいね。戦人の血が騒ぐってもんだ。うまく城に誘い込めなかったか。やっ、はい、
前の相手はこの俺だ。虚しき戦身をもって死に全力で来るがいい。俺が相手になるぜ。兄貴として鼻が高いぜ。ギラが参ります。参ります。私に任せて。
だからいつも兄さんの声待ってくれてるんだ。お前はこの子だ。さあ、ショーからでもかかってこい。見事な動き。上がってコントします。私に任せて。やっやっやっ。はそうか、兄貴として鼻が高いじゃん。